まず数学読むルートって何ぞやって話なんですけれども、まずは1日1から3問のペースでルーティン化してほしいんですよね。学びをエンタメに、どうも、サラボの先生です。さあ、今回は1ヶ月集中、数学、パスラボ両門ルート完成お待たせしました。ということでですね、まず一言で言います。共通テスト終わってから、このまま2週間経ちましたけれども、これに全集中してました。これはですね、僕が作ったっていうよりは、チームパスラボのね、現役東大生、今、医学部生合わせて10人ぐらいいるんですけれども、その子たちの中でこう、一緒に作っていきました。彼らって、合格した時にパスラボをめっちゃ見てるんですよ。パスラボの数学動画とかライブとか参加して、東大に入りました。した時に教育に熱意があって、自分もパスラボに関わりたいですっていうメンバーが作ってくれました。じゃあこれ何か、いろいろ書いてますけれども、一言で言うと、今の受験生も使えますし、今の高校1年生も使います。これね、多分パスラボにしか正直できないことだと思うんですけど、それを皆さんにね、提供したいと思いますので、ぜひちょっとそれ最後までね、聞いて早速活用してみてください。それではやっていきましょう。レッツゴー。まず数学読むルートって何ぞやって話なんですけれども、パスラボ、パスラボは4年前、令和元年の5月1日、2019年5月1日に始めました。やはり4年経つんですけれども、それまで公開した数学の解説動画なんと500本以上あります。で、これはマスラボ合わせてね、数学の解説動画いろいろ出してますけれども、その中から 1A2B3 で両門を選出したものっていうのを作りました。これは PDF にまとまっていて、で、1ヶ月集中ってあるので、基本的に30問分です。これは、ここにも書いてますけれども、それをじゃあやれば受かりますとか、絶対やればどことかではなくて、まずは1日1から3問のペースでルーティン化してほしいんですよね。まずベースとしての皆さんが今やってる参考書だとか、過去問とかを優先してください。それを急に切り替えて、これに全集中しますとかやめてください。まあ、やるとしたら全パターン解説ですかね。全パターン解説は整数、積分、確率と対称式、モッドとベクトルもありますよね。なのでそういったものとかはがっつり全集中してほしいんですけれども、これに関してはもうルーティン化してほしいっていうもので、隙間時間に解く、高1、高2、高3それぞれですね、数 1A2B3 で作ってます。まあ、過去動画から選定したんですけれども、じゃそうなった時にちょっと一つ疑問としては、このパスラボ子さんの方ね、実はずっとこう昔から見てましたみたいな人って見たことね、ある問題もあると思うんですよ。ただそれをじゃあ飛ばしてとかじゃなくて、改めて復習としてね、活用してみてください。まあ、プラス、まあ、アピールも、ね、できますよという話です。それはどういうことか、ここで具体的に、ね、話していきたいと思います。その数学両門ルートの活用法っていうのは、僕としては、もちろんね、全員活用していただきたいんですけれども、一個ちょっと僕たちの本音を言うと、ここなんですよ。志望校ごとのデータを取りたい。これデータって何かっていうと、例えば高校1年生で、じゃあ東大志望です。で、子がこれを活用したときに、それぞれの問題がどれぐらいの難易度で、どれぐらいの推定得点率でアウトプットなのかっていうのを知りたいんですよね。だからそうすると、パスラボって、ある種オンラインの進学校みたいな感じじゃないですか。いろんな全国から志が高い人が集まってるわけですね。それで見てくれて、特に高1高2なんてより志が高い人たちですけれども、ただそうなった時に、じゃあ志望校を目指す人たちってどれぐらいの基準なんだろう、そういったことも測ることはできるんですね。もちろん受験生もそう。受験生に関してはちょっとここだけの話言っておくと、こういう今データを取るんですけれども、メインのね、 LINE でもうキーワードで受け取れます。で、各学年 LINE っていうのはまああるんですけれども、そっちではないです。ただここでね、もししっかりとやっていって、で、ね、じゃあ東大受かりました、今日どこどこ受かりましたってなった時に、めっちゃやってくれてる子だと僕のライン名で分かるわけじゃないですか。したら、僕からとか、3月ぐらいにもし受かったとかであれば、普通にパスラボのメンバー、新メンバー募集の時に優先的にこの人取ると思います。もちろんね、それを目的にってわけじゃないですけれども、しっかりとこの見える形ね、 YouTube だと誰が今何をやってるか見えないんですけれども、せっかく数学両門ルートこの1ヶ月やるんだったら、ぜひですね、これはしっかり解く、解いたらもうアンケート本当にね、3分ぐらいで終わると思うので、アンケートを入力する癖をつけてください。じゃあこの問題はどうでどうでみたいなところをどんどん書いていくって形です。Enjoy。 なので、まず基本的に受け取り改めて言うと、公式 LINE の方ね、公式 LINE、もう4万人ぐらいいる方で、数学用のルートって言ってもらえれば、最初の1週間分ぐらいが多分出てくると思います。随時ね、作り次第ここを更新していくので、例えばそれが終わって、もう一回数学用のルートって1週間後にやれば、また新しいものが出てくると思います。なので、ここをね、ぜひ活用してみてください。学年別 LINE の方ではないので、そちらのご了承ください。で、メイン LINE は個別のやり取り基本的にできないです。なので、キーワード入力になっちゃうんですけど、そちらでお願いします。Enjoy。 で、こっち改めて言うと、1日1から3問ペースで解いたらフォーム入力。1から3問って言ったのは、例えば高3だったらここですよね、 1,2,3 を解いてみる。で、別に自分の大学数算いらないんだったら2問で大丈夫。そういった形でぜひ、やっていきましょう。で、推奨ルーティーンとしては、僕はもう隙間時間に使ってほしいわけ。なんでパスラボが朝6時半かっていうと、隙間時間で勉強してほしいからです。まずパスラボの動画を見て、なんか新しい気づきがあって、学びがエンタメになったな、エンジョイかけるためになったな、そうなった時によりね、自分でまたじゃあ参考書とかいろんな勉強したくなるじゃないですか。その意味で、まず推奨ルーティーンとしては、パスラボ動画を見る。見た後にこれらを
みたいな。それをぜひ朝にやってください。あとこれからじゃあそうなった時に、パスラボのね、これからの動画なんですけど、数学上げるとしたらこの1ヶ月間は初見の問題にします。これまで視聴者さんからね、それも500問以上ぐらいあるんで、全然出せてないんですけれども、そこの中でも良問っていうのを例えば出したりとか、あとは最新入試の良問ですね。例えば、私大の医学部とかだともうやってるとかありますよね。その中から、あ、これ良問だ。これって意外と出そうだな。そう思ったものは、どんどん数学の問題にしていきます。なのでこれから2月とかも受験生も特に楽しめますし、高2とかに例えばね、数 2B、数3もっと難しいもの、新しいもの解きたいっていう人もこちらも活用してもらえるということになります。有名問題でもね、もしかしたら解説するかもしれませんが、基本2月中はこの初見問題が中心になると思います。ということで、1ヶ月集中、数学良問ルート公開。これがね、環境であればまた、いろいろ次も作りたいと思うんですけど、まずはこの1ヶ月集中してみましょう。ぜひ、皆さん、しっかりとこのパスラボ、よりね、使える形にどん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 していきますので、これからも楽しみにしてください。ということで、受験生の皆さんは、あとちょっと、あとこの1ヶ月はしっかり頑張りましょう。で、高1高2の方は、ぬるま湯につからずに、高校3年生を見て、自分も鼓舞された上で、しっかりとね、突き進んでみてください。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではお疲れ様でした。バイバイ。